みなさんこんにちは、ののちゃんののんちゃんとさらちゃんです。やっほチャンネル専属の人になっちゃったよ、ね、のちゃんのそらちゃんです。そらちゃんです今回は。なんで今日はこうね、皆さん見えますでしょうか、こちら暴露トークカードっていうものをご用意いたしましたので、まあね、ここまで来て私たちそんなに隠してることないと思うんです。ないでしょ。ないと思う。ないよないよ、ないと思うんですけど、でもやっぱこういうこう切り込んだ切り口がこう緊張するわ、スッと入ってるようなカードがあると言ってこなかった部分が見えてくるかもしれないかなと思うので、まあ2人で話してる時に話してる部分は出てくるかもしれないけど、まあみんなにね話せるところを話していこうかなと思います。はい、引いたのを答えてもらうって感じにしたいと思うので、まあねやんからいこうかな。引くで、普通に。いいよ、普通に行けばいい。いいよ。こちら、全員が驚くような暴露話を話す。ないよ、ある。どう、まあ、暴露っていう、私暴露だからな。そうなんだよね、だから元からその隠すタイプの人じゃないし、嘘つかれへんから。そうなんだよね、言っちゃうからな。言っちゃうからな。でもこう、まあ、昔起こったこと、昔暴露したけど今のファンの人ちょっと知らない層もいるかもなみたいなのでもいいんじゃないですか。昔暴露、何が暴露してないんだろう私。だって本名も言ってるもんね。本名もみんな知っとると思うし、知ってる人はな。うん。あ、やばいやばい、めっちゃ出てた。え、あと何がある、なんだろうね。あ、じゃあ分かった。はい、お願いします。3年前ぐらいに3年前ぐらい AD さんと付き合ってた。どう、あれ、私それ初めて聞いたかもしれないわ。嘘、ほんと言ってない。言ってないよ。本当に暴露するじゃん。いや、知ってた。それぐらいしかないもん、だって。AD さんと付き合ってたの。うん。え、があるかもね。まだやってる。やってんじゃない、知らんけど。本当。うん。なんて人。ちょっと言ってたのダメでしょ。いいいいいい、入れといてよ。どこメーカーさん。でも、でもまあ AD さんってあるか。え、結構いろんなとこ行ってる。どんな人だろう。写真送ったら。え、ちょ、送って送った。大被害。見ないかもしれないからね。でも見ないでください。見ないでください。そう、男でした。なんで別れたの。え、なんか、うん、結婚しようってプロポーズされたんだけど、その後に借金がいくらあるだとか、うん、子供がいるとかを言われて、プロポーズの後にそれはねえだろって思った、ね、それはねえ、クソ男でした。いや、そのぐらいしかないよ私。いや、そのぐらいも、その時本気で暴露と思ったら、僕らしかないかも。暴露とかもそういうレベルじゃなかった私。嘘、結構もう少年だった。どれくらいが暴露なんだよ。でもいや、これまずすごいよ、暴露の最後。それぐらいじゃない、石原に言ってないんだった。みんな知らないよね。知らない知らない、何も言ってないもん。全然言ってない。でも一回 AV 現場で別れた後にめちゃくちゃ、うん、あのカメラあるじゃん、あそこに言ってやったことある、うん、バレろと思って。え、あれ現場で回してるかも。そうそうそう、あー、ムカつきすぎて、やばっ、いろいろあってムカついちゃって暴露したことある。性格悪いでしょ。いや、もう最高。こういうとこ増えて私はすごい好きですね。で、久々に男性と付き合ったんです。なるほどね、その時ケロクズだったんで。ゴミ引いたんだ。そう、ゴミ引いた。あー、危ない危ない危ない。そうなんです。ありがとうございます。素晴らしい暴露でした。イエーイ、ほんとそれしかなかったわ。いや、十分よ。よかった、ありがとうございます。もうここだけで私は結構この動画的に満足しちゃったんですけど。結構いきなりぶち込んだわ。じゃあ次行きますね。はい、私、はい、ででん。一人しかいねんだよな。右にいる人が誰にも負けない自慢、ま、話を暴露。一言で、私は右なんで、ネイアンが誰にも負けない自慢話してくださいっていうカードです。誰にも負けない自慢話、うん、いや、でもね、あのね、いろんなことをしてきた人だから誰にも負けない部分は絶対あるのよ。で、負けてないじゃん。負けてないから。負けてない部分多いでしょ。なんだろう、うん、AV 女優で言うんだったらアダルトアワードを4年とか5年連続で受賞したのは私だけです。それぐらいすごい。それぐらいかな。これってほんまにすごいことだと私は思うんですけど。でもなんか石原と会った時に、うん、自分ってどんなんだっけって自分のウィキペディア見て知ったの、うん、そういえば
なんか初みたいな書いてて、うん、私なんだ初みたいな、すごいよ石原のおかげね、すごい経歴の方なので、皆さんこんなタメ口で喋りかけちゃダメなんですよ本当は。いやそんなことないんです、タメ口でお願いしますだからネアをね、私もいつか超えれるように頑張りますわ。いや超えてるよもう。いやダメだ、まだ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 超えられてんね、ほんまに。だから本当にすごい、一緒は褒められちったありがとう。じゃあ次ネアンで、ね、なんかもうネアンのゲスト会にぴったりなカードですね。ブブン、はい、はい、あ、右いないか左やな。右にいる人がセクシーだと思う異性の仕草を暴露。私がってこと？これは。そうやな。仕草っていうか、これは私よく言うんですけど、うん、これ本能なんですか？ちょっと男性の方たちちょっと聞きたいんですけど、本能なんですかね。一緒に寝てるじゃないですか、あなた私ね。うん、こちょっと向こう見て。で寝ててさ、こう朝方に元気になるじゃないですか。チンが。チンが。そうチンをこうした時にピタってケツに当ててくるのって本能ですか？あれめっちゃエロいと思うんですけど私。私立ってると思って笑っちゃうかも。あ、笑っちゃう、笑っちゃうけど良くない？本能に負けてる。これ本能なんかな。いやあれ本能なのかな。でも生理現象じゃないですか、うん、浅田ちんぽこは。浅田ちゃんちんちんぽこはそうじゃないですか。だからそれをこうもうあの理性とか抜きで、あの横にいる女にこすりつけてくるっていうこの野生み野生み に私はセクシーというより、まあ、エロいなって思いますね。変態なんだもんな、アイシャラは。あ、そうなの？え、わかんない私は、うん、なんかそういうのあんま考えないタイプだから。あ、そうなんだ。エッチだなと思って恥ずかしくなっちゃう。エッチこいつと思って。エッチと思っちゃう。やだ。やだ恥ずかしいわ。エッチな女。ありがとう。じゃあ私次行きますね。さあじゃあこれにしましょう。もうすごいね。隣にいる人に向けてんね。左にいる人が自分は S か M か暴露。まあ右にしか私のね隣には人がいないので、どっちもやけど S かも。うん、イメージとしてはそうだね。けど M かも。どっちだろう。人によるんじゃない。人による。でもこれって人によるくない？人による。な、相手がこいつ舐めてもいいなみたいなやつだと自分が責めてもいいって思うけど、そうならない人もいるじゃない。そうだね、性癖的に。どっちだろう。相手によるな。うん、でも多分、割と S なんだとは思う。うん、首絞めるのとかめっちゃ好き。絞めれる人っているじゃん。うん、どこ絞めるの？教えて。ここじゃない？ここじゃない？この私、うん、元カノこうやって首絞めたら3秒くらいでし、うん、ペーってなんか気絶しちゃって、うん、しゃ初めて目がなんかピュ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 ってなってて、うん、やばいと思って大きく首出して起こしたのびっくりして死んじゃったと思って、うんうん、そう首絞めてみたいに言ってるから、うん、キュッてやったら、うん、いい感じに頸動脈に止まっちゃったっぽくて、うん、なんていうの、アメリカのアニメとかがさ目がさキュッてトムとジェリーとかなるやんあれみたいになって、私笑いながらやばいやばいと思ってベッペペペペって起こして起きて大丈夫とか言って今何が起きたのみたいな言うから、うん、飛んじゃったんだねでもあれからちょっと怖くなったけど、やっぱ締めんのうまいんだなと思ったら、うん、そうだね、興奮しちゃった。うん、体の構造がね分かる人じゃないとあれダメですからね。 S かもな。女の子に S かも。やだやばい。男には M なの。やばい本当にやめろよそれは。ね、男には M ってことそうかも。教えて教えて教えないよそうかもねでもそういうあれはあるよね、うん、方向性として。女の子に M できないかも、恥ずかしくて。うん、もうだってレズたちが多いからじゃないそれはもう仕方ないよ。撮影でそれはあるかも。なんかずっとタッチやってたから、うん、自分がいざ受け身になるとちょっと恥ずかしくてカメラ見えないみたいなんで。乙女めっちゃ乙女かわいい。めっちゃある。うーん、でも首絞めるのポイント、うん、私分かりたいの、知りたいのよ。練習する私で。あ、お願いしたい。私首絞められるの好きなのね。私もね、いいよね。あと噛まれるの超好きなの。正規一緒でした。正規一緒でしたほな次はネアンかな。お願いします。